活字中毒の主人公が蓄えた知識を活用し自然と活躍していく物語はこちら、青井美沙先生の図書館の天才少女。応急図書館の本が読みたいがために管理の試験を最年少で合格した主人公、平民で満点という出来事に騒がれる中、本を読めることに喜んでいました。そして政務部に配属された彼女は膨大な知識を組み合わせてクリティカルな助言をしていくのです。書籍だけではなく資料も読み込んでしまう主人公、今まで認識されていなかった奇妙な出来事も様々な書物の記載から仮説を組み立てていきます。周りの人たちも丁寧に彼女の言葉を検証し実行してくれます。いろんな人が好きになる物語です。ぜひお読みくださいませ。